をつけてくださいっていうところから始めて、でここにちょっとこの脇にちっちゃいのありますけれども、何日か経ってそれが乾いてしばらく経ってから今度それを手で破ってください、好きな風に破ってくださいっていうふうに破ってもらったのを黒い紙に自由に貼ってもらう、それをその人の一つの作品として仕上げるっていうことを一つ最初の頃にこれをやりました。で、ああ色をつけるって絵の具ってこんな風にやるんだなみたいなのがだんだん何人かの方が分かっていらっしゃって、でこのみんなで大きな作品に一つ向かうっていうことが難しいから、でとりあえず並べるものを作るかと思ってこうずっとこう長くやったんですね。そしたらこっちの人はこっちの人が見える、こっちの人はこっちの人が見えるっていう形で椅子をやって描いてみたら、一応つながってるんですけれどもそれぞれの表現が見えたんです。これそこ意図してたわけじゃないんですけど、とりあえずみんなで取り組めるものと思って考えてやったんですけど、結果としてそれぞれどんな風に描くのかっていうことが私の方でもちょっと分かったきっかけになったワークショップでした。はい、こんにちは、長野インターネットすごくと申します。はい、こんにちは、どうも。はい、こんにちは、この町賀県の飯田です。飯田さん、はい、今日は長野県の茅野市に来ておりますけども、はい、ここ、ギャラリー、はい、ちょっと難しい言葉なんですけど、はい、アノニムギャラリーさんですね。はい、はい、聞き慣れない言葉なんですけども、はい、ここで今特別なこのスペシャルなアートが、はい、展示されているということでやってきました。はい、はい、そこの、施設長をやっていらっしゃる飯田さんに来ていただきました。はい、すみません、自己紹介お願いします。はい、今日そのここでアノニムギャラリーさんで、展示作品を飾らせていただいている、利用者さんが通っているこの町学園という事業所で、管理者をしております飯田と申します。飯田さん、はい、どうもこんにちは。はい、今日、いろんなこうアートを見させていただいて、はい、なんかとってもアートなんですけども、はい、その辺はどういった作品なんでしょうか。どういった、そうですね一言ではなかなか表現するのが難しいと思うんですけれども、はい、本当にその、個性のダイレクトなその個性の、集まりとか、いろいろ感じ方はそれぞれだと思うんですけれども、本当見た人、来た人それぞれが本当にそれぞれのおそらく感想を持って帰られるかなとは思うんですけれども、この町学園ってそもそもどういう、はい、そうですね、そこをまずご説明を申し上げた方がいいですかね。はい、この町学園っていうのが、はい、一般的にその障害のある方々、今その障害っていう表現もいろいろあるんですけれども、はい、ここで一般的に、はい、障害のある方々が通っている、通所の事業所っていう一言で言うとそうなるんですけれども、具体的にじゃあどんなことをしてるのっていうと、うん、なかなか皆さん知らないですよね。そうですよね。でも本当に実はどんなことをやってるのって聞かれた時に割と何でもやってるよって答えるしかないかなって思うぐらいにいろいろなことをやってはいるんですよね。はい、で目の前に畑があるので土いじりの時期には土いじりをしたり草むしりをしたりとか、ラベンダーが植わっているのでラベンダーの摘み取りをしたりとか、あとはもうそういう外に出てのこと以外でも建物の中でも例えばみんなで本を読んだり歌を歌ったり、はい、そういうことの中にこのアートっていう芸術活動、文化芸術活動って、一般的には言われますよね、きっとね、うん、そういうものに取り組む時間っていうのも多様な多彩なこの町学園の活動の中の一つとしてこのアート活動っていうのも普段取り組んでるものなんですけれども、それ以外にも本当にいろんなことをやっている事業所ではあります、うん、はい、いろんな活動の中の一つとしてそうですね、アートを取り組んでいると、はい、そういったことなんでしょうかね、はい、どうですか、出来栄えっていうのはなかなかそうですね、皆さんの作品、私がそのいわゆるなんていうの、美術系の
例えばあの教養とかね知識とかあって、はい、あの皆さんの作品を見るわけではないので、あの純粋に本当にすごくその普段過ごしている皆さんの、ご様子、うんうん、と重ね合わせて作品を見たりする立場なので、あのすごくそのどの作品一つ、うん、もう作品一つ一つにすごくそのやっぱり愛着や思い入れが湧くものではあります。で、うん、あの作品のその本当出来とか価値っていうものは、うん、本当にあのおそらくその絶対的なものとかあの普遍的なものってあんまないのかなと僕は思っている立場なので、あの誰が認めなくても絶対に価値があるって僕は思いながらあの皆さんの作品を見ているので、あのすごくそういう作品にこう日々触れられること自体がすごくあの幸せなことかななんて僕は思ったりはしてるんですけれども、すごくなので、はい、どの作品も本当に味があって素晴らしいです、はい、アートのその可能性って言いますか、はい、その何かこう普通の人も、はい、そのアートでこう道を送っていくっていうのは大変な世界だと思うんですよね、はいはい、そういう中で認められるっていうことはすごく大事なことだと思うんですけど、うん、はいはいはい、やっぱりここでもそういうことですよね。まあ、いわゆるその産業としての美術業として、うん、あの扱っていくかどうかって言われると、そこは何とも言えないところではあるんですよね。もちろんあのアーティスト作家として、うん、あの生計を立てていく、はい、そういうもちろん生き方もあっていいと思うし、もしここに通って私たちの事業所に通っている方の中にそういう生き方をしたいよっていう方がもしいらっしゃれば、そういう事態を応援することとかってできるとは思うんですけれども、あのこちらからねそれをあのすごくその推奨するというか、うん、あのそういうことのために頑張ろうよっていうようなことを多分主に考えてしまうと、またちょっと今のそのこの町学園の作品の生まれてくる背景とか、あの 今ここに出てきている作品の良さとか、あのそういうものとはまた違うものにはなっていくかなって思ったりはするんですけれども、でももちろんそういう取り組みも全然あったっていいと思いますし、それでやっぱりあの自分は本当にアートが大好きで絵が大好きでもう本当に毎日絵を描いてあの過ごして、それによってその生計を立てられるんであれば、あのそういう生活を送りたいっていう方がもしいらっしゃれば、それは本当全然応援したいとは思います、もちろん、はい、そばにいてこう指導されてる方ってすごく大変なんだなって思ったんですけど、でも多分横について一緒にその作品に関わってる時ってきっと多分みんな楽しんでやってるだろうなと思いますけどね、本当にそのこと自体はすごくポジティブというか、当然やっぱりあの福祉の仕事として捉えた時にはやっぱり福祉の仕事って大変だよねってよく言われますけど、まあでもそういう側面だけじゃ全然やっぱなくって、そういうこういうふうにその作品でやっぱりその一つ僕らがなんて言うんでしょうね、ポジティブになれる場面の一つなので、それは何でかっていうと、やっぱり僕らがなんだろうな、僕らが欲を書いて、うん、あこの人のこういうところが見たいなって思うところも見せてくれる場面でもあるんですよ、うん、アートってね、はい、なのですごくその作品に取り組む横顔なんか見てると、こうああすげえないいなこれいい感じだななんて思いながらこう、うん、職員はね横にいられるんですよね。だからそういうすごくポジティブな場面でもあるので、うん、一緒に僕らが何かこう努力して何かしてるとかっていう感覚はあんまりなくって、うん、はい、こう本当にその自然にこう生まれていく、あ この人この時間にこんな作品がみたいなのが生まれてきたものを、とにかく何て言うんですかね、横で関わりながら生まれてくるものを受け取るみたいなところがあるので、そうですね、努力に対する見返りみたいなイメージではないんですよ。ただやっぱ僕らもどうしても欲書いちゃうところがあるので、あの僕らがその仕事でとしてやってることの成果なんじゃないみたいな変なこう欲はね出ちゃいそうになる時もピョってこうあるんですよね。だからそれはなんて言うんでしょう、まあ人間なので、あの変にそれをね否定していかんいかん、もっと崇高な志を持ってやりなさいとかって、あのそういうことでだけで多分進められるものでもないとは思ってるので、あの別にそれはね欲があってピュッて出てきちゃうのはしょうがないにしても、だから
でもやっぱりそんな僕らの欲とは無関係に、彼らは本当に彼らの書きたいこと、やりたいこと、表現したいことっていうのを自由に出してくれる。学校みたいなのとは違うんですかね。学校とは違いますね。いわゆる教育の場ではないんですよね。その人がその人らしく生きる、その人らしく生活していく、っていう、その人がその人らしい人生を送るのに、まあ、今の社会、世の中っていうのはなかなか生きづらいし、社会の側がそれを、スパッと受け入れてくれない、不寛容さとか、そういうものってすごくあるとは思うんですよね。で、今はそういうそのつまずきとか生きづらさがあって、僕らが僕ららしく、自分たちらしく、自由な活動の中でそういう過ごし方ができる場所が欲しいよっていう人たちのために、今はあるのがこの生活介護っていう場所だったり、まあ、福祉サービスっていうものだったりする。いずれどん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 これからね、形を変えていってほしいなと思うものではあるんですけども、まあ、今ねおっしゃったように、まあ、学校みたいな場所とは違うんですかっていう認識なんかも、きっと一般の方なんかはね、学校みたいな場所なんですか、病院みたいな場所なんですかっていう、多分そのこの町、この町学園っていう場所が障害福祉サービスの生活介護事業ですって、多分聞いて、多分何のこっちゃって多分なると思うんですよね。それがでも学校ですって言ったら多分一発で分かるし、病院ですって言ったら一発で分かるし、図書館ですって言ったら一発で分かるし、だからそれもこの町学園、障害福祉サービスって言ったらもう一発で、ピーンって、ああなるほどねとか、そこで通ってる方たちの作品展です、ああなるほど、はいはいはいっていう、そういう感じになっていけば面白いのになっていうのと、あとまあこの生活介護っていうその事業自体ももっと形を変えてすごく広がっていったり、大きくなっていったりとか、やりやすくなっていったりすると、よりなんかこう嬉しいなって思ったりとか。今後はどんなふうにこうやっていこうと思ってるんですか。そうですね、一つの可能性として今やっぱりこのハローエブリワンっていうこの町学園の展示っていうのがね、一つの可能性として一個出てきている部分で、それは本当に初めてのことで。そうなんですか。はい、この町学園の作品展っていうのは本当初めてで、こういうふうにそのギャラリー一つ丸々この町学園っていう形にして、中にはその作品ももしね気に入った作品があれば、お譲りもしますよみたいな形のものっていうのは本当にもう初も初で、はい、なので本当にこの先どうなっていくかっていうのは本当にわからないんですけど、ただ強い味方がいるので、はいはい、アートサポーターの鈴木さんっていうね、強い味方がいるので、きっとその辺に関してはあまりわからないけれども心配はしていないというか、むしろ希望しかないというかね、こういう取り組みに関してはいろんな可能性の中の一つとして今回の企画展じゃない展示会のようなものがあり、でももっと他にもいろんなことができるかもしれないのかなっていうのは考えてます。ただね、やっぱり漠然としすぎちゃってて、明確にねこれをやりたいですとかっていうのはまだ、これはですね、はい、この町学園って何かその意味があるんですか。そのこの街で暮らしたいっていう、そういう意味だったね、コンセプトがあるんですよ。自分も本当にその創設の時からいる人間ではないので、はい、そこをリアルに語れるほどのあれはないんですけれども当時はやっぱりその例えばその、住み慣れた地域を離れて、24時間のいわゆる入所施設みたいな場所で暮らさなきゃいけないとか、そういうことじゃなくって、もう住み慣れたこの場所で家とこの場所行ったり来たりする、当たり前の生活、この町で住み慣れとこの町で当たり前に暮らしたいよねっていう、そういう思いからつけられたっていうのは聞きましたね、はい、この町学園、はい、ぜひこの町で生活できるように、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました、はい、長野インターネットをすぐと申します。この町学園の鈴木真知子です。よろしくお願いします。はい、鈴木さん、はい、今日はこの会場で、はい、まあ、アート作品を展示されたと思うんですけども、はい、その時発案者っていうことをお聞きしたんですけども、はい、今日はその目的が変わったでしょうか。そうですね、はい、この町学園初の作品展が開催、はい、ね、初めてです、はい、が、まあ、開催できてとっても嬉しいです。この町学園の何人ぐらいの作品を
展示してあるんでしょうか。はい、利用者さん30人の作品を、はい、展示しています。30人、はい。まあ、待つ力というようなことがありましたけども、まあ、最初はなかなか描いてくれなくても、うん、その絵の道具だったりとか、その何か表現する筆であったりとかをこう提供することによって、まあ、待っていればいつかこう描いてくれるっていうようなお話がありましたけども、その待つっていうことはどういうことなんでしょうか。なかなかその、 あの言葉での表現が難しかったりとか、あの新しいことに取り組むっていうことが、まあ、抵抗があるっていう方もいらっしゃいますし、皆さんそれぞれ特性がある中で、はい、あの自分を出すっていうことには、うん、あの非常に時間がかかる方もあのいらっしゃいましたし、うん、まあ、すぐできる方もいらっしゃいましたけど、あのこう長い年月をかけて徐々にっていう方もいらっしゃったので、うん、そこはもうみんなで温かく見守りながらっていう感じで進めてきています。自分を出すっていうことはどうなんでしょうか。そうですね、で、まあ、表現なので、はい、あのまずはその人がこうあの出したいというか、好きなものだったり、うん、何か見た印象だったりとか、まあ、経験だったりとかっていうものを、形に出すっていうことなんだと思うんですけど、その出し方がその人それぞれだっていうことですね。なるほど、うん。まあ、この町学園としての取り組みの中の、うん、まあ、一つとしてアートをまあ、はい、されてるということだったんですけども、はいはい、その、まあ、アートを通じてどんなことをこうしたいというか表現させたいんでしょうか。まあ、アートまず一番はそのアートを通じてその方が日中豊かな時間を過ごすっていうことが一番の目的です、はい、何かこう形にしてあのいいものを作るとかっていうのも、まあ、結果としてそうなればいいんですけれども、あの日頃というか毎日通ってくるこの町学園での時間があのその人にとって幸せなものであってほしいっていうのが一番の目的で、でも結果としていろんな作品が生まれてきて、それがまあ外に展示した時にまた人とつながる一つ の、 あのきっかけになっていけばいいなと思うので、まだまだこれから先どんな可能性があるのかちょっと私も分かりませんけども、あのゴールを決めずにあのいろいろ皆さんと一緒にその利用者の、ね、皆さんと一緒に取り組んでいけたらいいなというふうには思ってます。まあ、紙とかその色とかを使ってねその表現するってことはそのまあ、価値が上がるっていうか、その表現した結果の中に価値観をこう見出してくるものとしてその評価されるってことがあると思うんですけども、作品が何かこう価値のあるものになったらどうするんでしょうか。あ、一応ですね、あのこの展覧会で初めて皆さんの作品販売しています。まあ、その作品を売るっていうことにはいろいろ賛否、あの、ね、いろんなご意見あると思うんですけれども、うん、あの一つこう分かりやすいというか社会的評価があの得られて、その人に対価があのその人が対価を得られるっていうことは一つまたこう喜びであったり自信にもなると思うので、そのあたりも無理のない範囲で少しずつあの欲しいという方にお分けするような活動っていうのもやっていけたらなというふうに思ってます。今後どんな風に進めていこうと思ってるんでしょうか。あ、そうですね、またこういう機会があればあの積極的にあの作品展示参加していきたいですし、この町学園の作品展もあの、まあ、1年に1回ではちょっとできないかもしれないですけど、また次の機会があるといいなと思います。施設長さんの飯田さんからかなり期待されているというようなお話がありましたけど、え誰がですかこの活動がですか言ってましたよ。はいはい、どうですか。頑張ります。ぜひあの、はい、希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。